ぷっぷーぬぬだよ。皆さんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬぬです。今日はですね、皆さんに重要なお知らせがあります。私のいとこが乗っているこちらのベゼルなんですが、購入してから1年半経ちまして、今回手放すことになりました。手放す理由としては、私のいとこが乗っている時に事故に遭ってしまいまして、かなりの損傷を受けてしまったので今回手放していきます。で、今回の動画では買取店さんにこちらのベゼルを持って行って、どれぐらいの査定になるのかっていうところも皆さんにお知らせしていきますので、結構気になっている方多いと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それではまず最初、改めましてですが、このベゼルの特徴について説明していきます。まずですね、グレードはプレイグレードというグレードになっていて、プレイグレードになるとガラスルーフだったりとか、あとボディの方もツートーンになるっていうのが特徴的です。で、今回私のいとこのベゼルはサンドカーキーとブラックのツートーンになっていて、これめちゃくちゃおしゃれですよね。そしてまだまだ特徴あって、プレイグレードはこちらのグリルのところにトリコロールのアクセントが使われていたり、サイドの下の方に赤のアクセントが使われているっていうのもプレイグレードの特徴です。こちらのプレイグレードはなんと発売開始から今現在も受注停止になっているお店もあるみたいで、かなり大人気のグレードになっています。そして今現在の走行距離はだいたい2年乗って1万6000キロとなっていて、結構いとこ自体もかなり気に入っている車両になっています。そして私のいとこがオリジナルでつけてるパーツっていうのもちょこっとありまして、後ろの方なんですけど、ここですね、チラ見えしてるマフラーカッターと、あと無限のリアディフューザーもつけています。このあたりもですね、いい感じに査定に影響してくれればいいなと思っています。そしてですね、ボディの方も結構今までいろいろやってきました。まずコーティングはキーパーの EX キーパーをかけております。そしてなんとプロテクションフィルムも貼ってあります。懐かしいですね。懐かしいですよね。 T ファクトリーさんというプロテクションフィルムの名門店で貼ってもらいました。詳しくは前の動画チェックしてください。で、貼った箇所はこちらのボンネットとバンパーですね、と両サイドのフェンダーを貼ってもらいました。もう前部分全カバーっていう感じですね。やっぱりプロテクションフィルム貼ってあるので、全然傷もついていないですし、すっごい綺麗です。で、洗車もめちゃくちゃ楽になっています。じゃあヌヌさん、はい、このベゼルめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。うんうんうん。一体どこが事故ってるんですか。そうね、まだ見せてないところがありますよね。それがこちらちょっとね、やばいのよ。こう見るんじゃなくて、こっちから見るとめちゃわかる。もうね、いろいろへこんじゃってるし、こことかドア閉まってるのに森って上がってきちゃってるんですよ。歪んでますね。そう、結構歪みまくりって感じ。もうすごいよね、ここ。あ、こっちもだ、ここの下も。いや、ひどいな。というわけで、どうしてこんな風になってしまったのかっていうのを、ここから私のいとこタッツァンにちょっと音声だけ出演してもらって解説をしてもらいたいと思います。じゃあタッツァン、お願いします。1台しか通れない道がありまして、うんうんうん、そこで対向車がランドクルーザーだったんですよ、うん、頑張ってこっちが詰めるしかないなと、うんうんうん、頑張って左側に詰めたところ、うんうん、ポールに思いっきり擦ってしまいまして。あ、じゃあこれポールの跡？それポールの跡です。わー、全部ポールに持っていかれました。じゃあこの黄色いのもポールですね。うわー、黄色いのついてます、ね、うんうん。しかもこれ字が見えてない？なんか剥がれてさ、錆びちゃってる。どんどん雨で錆びてきました日に日につら。その上にも傷があるんですけど。これそれですそれは、うん、その自分で擦ってしまった数時間後ですね、2時間後とかにドアパンチを食らいました嘘でしょ、その日に。見事ですよね自分でもびっくりです。やば。で、ドアパンチを食らって、うんうん、保険会社と相談したところ、うん、元の傷がひどいから、うん、対応しませんよと。え、これのせいで？それのせいです。確かに場所がね、ちょっと離れてるから。なので一切お支払いしませんということで。マジ？こんな状態のままです。ちょっとそれは激おこだね。激おこだったんですけど、うん、今どうしようかなと試行錯誤してる最中なんですよね、うんうんうん、はい、ということで、かなり複雑な理由で、まあ、このように
なってしまってるわけですね。でここのドアパンチの跡だけでも保険会社さん使ってこう直してほしかったんですけど、まあ、相手方の保険会社さんとちょっと揉めてるみたいで、それが難しいみたいです。というわけでこのままの状態で乗っていくか、もしくは車を乗り換えるかっていうところ今タッツァンはかなり検討中で、まあ、どちらにするにしても何はともあれ査定金額次第っていうところもありますので、早速査定の方に行ってみたいと思います。はい、というわけで早速このベゼルに乗って買取店に向かっています。でちょっとベゼルについて思い出話をしようと思いますが、まずこのベゼル購入したきっかけっていうところは、私が愛知のホンダカーズに行ってこちらのベゼルの内外装紹介をしたっていうのがきっかけですね。でそれでいとこの方が気に入ってしまって購入という形でした。で契約動画なんかも撮らせてもらったりして、すごくお世話になった車です。確か撮影の時にも気に入ってそのまま購入みたいな。そうでも私もめちゃくちゃこの車お気に入りです。まあ、今日みたいにたまに運転させてもらうこともあるんですけど、もうまずサイズ感がちょうどいい、大きすぎずちっちゃすぎずちょうどいいサイズ感で、女性の私なんかでもすごく運転がしやすいっていうのと、あとホンダの車って結構ステアリングが重いっていうイメージなんですね、私の中で。ただそれでもこのベゼルは結構ハンドルも軽くてサクサク動いてくれるので、結構走るのが楽しくなる1台かなと思います。あと走りっていうところ以外にもお気に入りポイントがたくさんあって、まず一つ目がそよ風モード、これエアコンなんですけど、エアコンの風が直接顔に当たらないようにしてくれるモードなんですけど、これねめちゃくちゃいいんですよ。やっぱりね私コンタクトしてるんで運転中目が乾いちゃうので、そういうの防止してくれるのですごく気に入ってます。あとこの2連のパノラマルーフ、まず2連でこんだけ大きいパノラマルーフっていうのが当時全然なかったので、すごく新鮮感がありましたし、やっぱり開放感がすごいあるんですよね。なので遠出だったりとかドライブもすごく楽しくなる車でしたね。横一文字テールもこのベゼルが結構最初の方でした、ね、そうだね、走りかもしれん今プリウスとかクラウンとかでハリアとかね当たり前になってる横一文字のテールですけど、確かベゼルが走りだったかなと思います。やっぱりあれもなんか斬新だけどすごいかっこいいみたいな感じで結構一目惚れしましたよね。あとはこの内装の質感だったりとか内装の形状ですね、もう最近出たシビックとかも同じような形状になっていて、今のホンダの基礎を作ったのがこのベゼルかなと思います。なので結構私的にも思い入れがある1台ですね。そうそう、であと新しいの出るよね、マイナーチェンジかな、あれは後期型というんですか、それが出るっていう速報もこの前ツイッターで流れてきてたので、それだけね結構人気な車種でもありますね。でもまさか買った時は、後々受注停止になるとかって全然思わなかったじゃないですか。思わなかった、プレイグレードが一番上でそのグレードが受注停止になるとは思わなかったんで、街中走っててもプレイグレードは全然見ないですもんね。あ、ベゼルさんこんにちは結構レア感もありますね。はい、というわけで今査定の方から帰ってまいりました。そして気になる査定金額なんですが、ずん、200万円台後半でした。お、意外でしたよね。結構意外な結果でした。こんだけの損傷があるにもかかわらずその金額ということで、私もびっくりしてます。相場の変動もありますので具体的な数字は言えないんですが、200万円台後半強ということで、この結果にいとこのタッツァも納得して無事に売却が決定いたしました。まあ、今回はですねこちらのベゼルだったんですが、このベゼル結構リセールはいいです。特にこれ希少なプレイグレードっていうのもあってかなりリセールいいですね。で同じホンダの中で言うとシビックなんかもかなりリセールはいい方かなと思います。まあ、リセールが全てっていうわけじゃないんですけど、リセールもかなり大事ですよね。まあ、今回このタッツァンの査定金額良かったのも、まあ、日々ですね私のお店でメンテナンスしてるからかなと思っておりますじゃあリセール上げなければコーティングも検討した方がいいってこと。そうですね、まあ、すっごい大きく変動するわけではないんですが、やっぱりちょこっとでも査定上げたい方はですね、日々コーティングだったりとかメンテナンスっていうところをしっかりとやってあげた方がいいかなとは思いますね。ぜひですねこの機会に皆さんも今乗っている車がどれぐらいの査定金額かっていうのを一度調べてみると面白いかもしれません。
はい、というわけで今回はいとこのたっちゃんのベゼルを売却しますというお知らせ動画を撮ってみました。私個人的にはですね、ちょっと悲しいような気もします。このベゼルを紹介してからもう2年が経ちまして、それも早くてびっくりしてるんですけど、その2年の間にですね、オーナーは私じゃなかったんですけど、いろんな撮影に一緒に行ったりとかしましたので、結構思い出もあって少し悲しいような気もします。まあ、ただですね、次の新しいオーナーさんの元でもたくさん走って可愛がってもらえることを祈っております。ベゼルさん、お疲れ様でした。というわけで次のタッチャンの車なんですが、もうすでにタッチャン決めているみたいです。まあ、これもですね、結構意外な車種になるかなと思います。でまたですね、納車されたりとか何か進展がありましたら動画の方でもお伝えしていきますので、ぜひタッチャンのその後についてもお楽しみにお待ちいただければと思います。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。